結局持つんかい。FM ギノワンのラジオ、きの皆さんこんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103アットマーク gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103アットマーク gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日が毎週ね月曜日に収録してるんですけれども、今日は7月の27日木曜日に、収録のをさせていただいております。はい、はい、というのも理由ありますよね、夏実さん。理由は、うん、月曜日に夏実が絶望していたから休みました。そうね、もう絶望の果てに大泣きしてたからね。大泣きしてちょっとこれは8時の、まあ8時、まあ夜のね、8時まで泣いてた。あ、もっと泣いてた。夜の収録にちょっとどうなんて、とてもじゃないけど2人で参加することができないと。まあ俺一人でやってもよかったんだけどね、まああんな大泣きして不安定の状態の夏実さんをね置いてラジオの収録に行けるわけもなかったからさ、まあ今日その日にね、ちょっとすいません、すいませんって、ちょっと収録延期させてもらえませんかということで、ごめんなさい、木曜日に収録させてもらってます。ごめんなさい。はい、で本放送は4日後の7月31日月曜日、はい、これを聞いてる方は皆さんもう7月月末ですね。月末、はい、31、そうですね、ハリーポッター誕生日。あ、そうなんですか、はい、7月31日か。はい、多分なっちゃんハリーポッター好きよね。うん、うん、なんか原作も読んでるもんね、日本語訳されたやつだけど、原作もね、うん、うん、読んでる。原作一回ね、夏実さんのうちにね、それこそその原作小説ハリーポッターのものがあるから、うん、一度読ませてもらったんだけど、うん、なんかね俺はしっくりこなかった。あ、本当、面白いっていうかさ、なんかやっぱり英語で書かれたものが日本語訳されたものだから、うん、なんかいまいちなんていうのかな、うん、文法とか文脈とかがなんかしっくりこなくて、うん、だからちょっと耳が受け付けなかった、目がね、あ読み切れなかったのよ。そうか、うん、まあ今日はねちょっとまた台風近づいておりますが、はい、最後まで、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい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 、はい、このコーナーは私たち、タイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、では早速ですが本日のトークテーマ発表したいと思います。はい、はい、本日のトークテーマはあなたが信じているもの。あなたが信じてるもの、はい、神様の存在だったり、うんうんうん、あとは幽霊、うんうんうん、心霊の存在だったり、うん、あとは男女間の友情はあるとか、あはは、信じてると。なるほどね。うん、もしくは人間の可能性とかね、人類の人間の可能性、うんうん、あ、月に行ったぞみたいなことかな。いや、なんか今後いろんな偉大なことを人類はやり遂げるだと、うん、戦争もねなくすことができるとかさ、うんうん、平和な世の中は作れるっていうことが
でいつかは当たると信じて宝くじを買い続けてるよってはいはいはい、そう、あとはね、身の回りにいる人の中で、うん、この人の言うことなら信じようって思うようにして信じてるっていうことなどね、うん、なんかいろんな周りにさ、信じて、これは信じてますっていうものがあれば、はい、教えていただきたい、うん、いただきたいなと、はい、あのメンヘラはね、基本的になんか世の中をもうね、絶望視してるからさ、うん、信じてるものって少ないと思うのよ言うのもこういうのもなんだけどね、メンヘラが。あ、でもメンヘラによるんじゃない、ほら、あの沖縄だったらユタとか信じてる人多いじゃん、うんうん、だからいろんな、まあね、人によるけど、どういうことを信じて、うん、まあ、これだけは信じて頑張ってるよとかさ、うんうん、あるのかなと思ってちょっと聞いてみようと思う。ツイキャスもやってますので教えてください。はい、それでは、届いてるメッセージいくつか紹介したいと思います。はい、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、 ありがとうございます、かぽんさん、はい、信じているものは自分と自分の内なる志です。もうなんかつかぽんっぽいな、ぽいなはい、照れますが、やはり自分を愛することで人も愛することができると思います。うん、自分を信じて自分の今後の可能性にかけたいと思います、うんうんうん、とのことです、うん、自分か、そうそうそう、自分の可能性かっていうことだよね。なかなかそれ難しいな。自分を信じて自分を愛し、うん、することで他人も愛して他人も信じてることができると、うん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 、そういうことだよね、きっと。そうね、うん、あのそうね、スカポン頑張れあのすごいなんかふわっとしたコメントで、ね、ふわっとしたコメント、しかもあのブラックベイマックスになる時を知ってるから、ああ、はい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 自分を信じて頑張れスカポンって夏美さん思ってます。はいはい、ありがとうございます。では続きまして、はい、メンヘラネームカネさんより、はい、カネさんありがとうございます。はい、自分が信じているもの、それはスピリチュアルとか神秘的な世界や霊的な世界です。これは自分の体験談なのですが、うん、私は引きこもり時代、体臭恐怖症、体の匂いね、うんうんうん、体臭恐怖症で外に出られず、うん、神経が参っていました。はい、その頃将来の不安や被害妄想も強く出て、うん、心の中で助けてと叫んでいました、うん、するとある日おばさんから大丈夫と連絡が来ました、うん、夢の中で私が助けてと叫んでいる光景を見たそうです、うん、当時の私は体臭恐怖症のことを誰にも知られたくなかったので黙っていました、うん、しかしおばさんはただならないことだと確信して、うん、お祓いをしようと言ってきました、うん、助けを求めているのは分かったみたいですが、うん、その理由が分からなくて、おばさんは心霊関係でなんか困ってるというか、うんうん、なんか体調悪くなってるんだと思ったようです、うんうん、私の言いたいことは伝わらなかったけど、おばさんが確信を得るほどの夢を見た、うん、私自身の叫びが伝わった、うん、そのことから私たちの世界にはスピリチュアルな世界があるのではないかと思うようになりました、うん、とのことです。うん、え、夢枕に立ったみたいなこと。まあ、そうだね、ずっと心の中でね、助けて、うん、助けてって言ってたのがそれが飛んでいったんだ。そうそう、おばさんの方に伝わったってことなのかな。生き量とかかも、まあ、そういうのがあるかもしれない。強い思いが、そうそう、強い念がね、うんうん、助けを求める声がおばさんに伝わったのかな。おばさんももしかしたらちょっと、うん、そういう霊的な、うんうんうん、霊感みたいなものがさ、ちょっとある人だったのかもしれない、ね、気が あるかもしれない人だったね、うん、あとはそういう、なんていうのかな、縁のつながりで、うん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 、やっぱ届いたんだろうね、もしかしたらね。そうだね、うん、へー、夏美さんはそういったスピリチュアルな世界とかってどんなですか。あ、スピ系、うん、スピ系って呼んでるスピ系って呼んでる。ああ、でも結構、うん、私も妹とすごく通じ合ってる部分があって、うん、はいはい、山口に住んでる妹なんですけど、うんうん、すごくね、あの妹が夢の中で春巻きを私に一本もくれなかった夢とか見て、うん、次の日の朝起きて妹に電話して、うん、なんで春巻きくれなかったのって言ったら、うんうんうん、妹がなんで昨日の夜ご飯春巻きだったってわかるんだって
あ、そうなんだ。そう、それで旦那さんと妹で春巻きの取り合いしてたみたい、うん、ちょっと3本と2本で揉めてたみたい。あ、奇数だったんだね。うん、妹は食べれなかったから畜生って思ってたんだって。あ、その思いが通じたんかな。うん、かもね。じゃあそういう霊的な関係はもしかしたらあるのかも、つながりというかね。あるかもしれないよ、身近な人で。うん、うん、なるほどなるほど。はい、では続きまして、はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより、はい、ありがとうございます。沖縄大好きさん、はい、ケンタさん、夏美さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、あなたが信じているもの、うん、僕の中では、うん、幽霊とか、うん、神様も実は信じてたり、うんうんうん、あと占いも、うん、というのも実は占いであげますと LINE 占いでこっそり僕の運勢とか恋愛や金運とかいろいろ見るのですが、うん、どの占い師の答えを見ても実は当たってることが多い内容ばかりでして、うん、つい信じちゃってます、うん、そんなあなたの信じてるもの占いをあげてみました、うん、それにちなんでリクエスト、ラブライブの楽曲からミューズの3年生にして神社で巫女さんのアルバイトをしており、タロット占いが趣味で、うん、スピリチュアルが好きな女の子、うん、東條のぞみちゃんの曲、うん、純愛レンズをお願いしますとのことです、うん、残念。今日今さっき沖縄大好きさんのさ、あーメールがね、届いたからさ、うん、リクエストにちょっとお答えできないんだよね。だから来週流します。来週流してくれるって、はい、よかったね。はい、僕も好きな曲なので純愛レンズ。へえ、はい、何で、ね、うん、占いとか、占いね、うんうん、占いか。なんて占いとかはどんな。あ、私蟹座なんだけどね、うん、あの目覚ましテレビの占いをね、うんうんうん、結構ね、うん、見てないな、今見てない、うん、今は見てないけど、うん、昔は少し見てて、はいはい、いや正直に行こうと思って、うんうん、昔は見てて、うん、やっぱ1位だとか、ね、2位だとかだったら嬉しいよ ね、うんうんうん、ね、シンプルに嬉しいよね。で12位とかだったら、うん、はあってなって、やっぱりあの運気が上がるものをチェックしてしまうよね、うんうん、でも今の沖縄大好きさんの話で言うと、うん、LINE 占いある当たるっぽいよ。 LINE 占いっていう存在を初めて知ったけどね。初めて知った、うんうん、あの占いで言うとさ、あの、うん、新聞、新聞、うん、新聞にもさ占いってやっぱ載ってんのよ。あ、あの誕生日占いみたいなやつ。そうそうそう、あの1月から12月その誕生月の占いがさ、あれだよね、載ってて、あれにね、うん、まあ掛け事二重丸とか書いてあったりするんだけど、ね、1月生まれ、僕は1月生まれ。笑ってしまったよ。それでを信じていってもね、負けるよね。パチンコな、うん、だからあれ残念ながら、うん、某沖縄の新聞の占いは外れることが多いです。外れることどうなんだろう。そうなんだよ。ちなみにね、ケンタさんが信じているものって言ったらね、うん、やっぱ何信じてる、何信じてる、宇宙人の存在かな。あ、宇宙人はいそう、うんうん、こんだけさ、あの、うん、惑星があってさ、うん、あの UFO っていうさ、うん、未確認飛行物体の存在も確認されてるんだからさ、うん、おるやろって、うん、こんだけ広い宇宙には、あの、うん、全くさ同じ人間の形うん、してる人でもいるだろうし、うんうん、でなんか都市伝説的に言うとね、うん、なんか2026年ぐらいにさ、うん、そういうのが全部公になると言われてはいる。2026年あと3年後だね。3年後、うんうんうん、何歳、我々は41、2かな。あ、じゃあもうぐらいの時にさ、なんか、うん、そういうのが開かれてくると。へえ、そうなん、うんうん、言われてはいますけれども、まあ、でもいると思うんだよ。あのなんならさ、うん、明かされてないだけで、うん、だって直接見に行った人って宇宙飛行士とかさ、うん、そういう人たちしかいないじゃん、うん、だからもしかしたらさ、地球がさ太陽の周りぐるぐる回ってるっていうでしょ、うん、で地球がねこうやって生命が誕生してるさ、うん、奇跡の星って言われてるわけじゃん、うん、こんだけさ発展してて、うん、地球と同じ反対側に同じ周期で回ってる星がないとも限らんぞ。こうやってぐる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 太陽の周り一生合わないみたいな。そう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 、
スピードは同じなんだから。スピード同じだから。うん。ああそうだね。それを言われたらそうだね。そうそうそう。そういうのって明かされてまあまあないんだと思うんだけど。太陽しか知らないじゃんそれ。そう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 。だから同じね、うん、大きさの同じ惑星がね。惑星が太陽の周りをさ、もう全く反対方向だよ、うん、ぐるぐる同じスピードで回ってたら、うん、同じような発展を遂げている国というか文明というか、があるかもしれないあるんじゃないかって思ったり考えたことあってさ。へえ。そうそうそう。小説にしたそれ。いやしないしないしない。じゃあしよう。書けないし俺小説。かっこいい。読む線ですか最近ね、異世界料理道っていうね、うん、ナロー系小説をずっと読んでてね、うん、めちゃくちゃ面白いんだよ。もうさ、夕ご飯食べてる時も読んでるわけよ。うん、それで最近怒られました。あの夕ご飯中は、うん、あの会話しようってちょっと寂しいよってっ小説ずっと読んでるの良くないよって。あそう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 。それもね、マナー、確かにマナー的にもね悪いからね。うん、分かった。じゃあ、うん、なっちゃん我慢してもらえるっつって私がか私がか読んでるからって。私が我慢するあれかまあそんな話しましたけれども、はい、では皆さん、今回も、メッセージいろいろありがとうございました。ありがとうございます、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介するのは残念ね、あの沖縄大好きさんごめんね、今度ね、あの、うん、のぞみちゃんの、はい、あの流しますんで、うん、来週、はい、約束します、うん、なので今日紹介する楽曲は、はい、桂雛菊スターリング伊藤静香で1ミリという曲です、うん、どうぞお聴きください。はい、はい、ツイキャスがこの今放送中だからね。今放送中だけどツイキャスが全然来ない。まあしょうがないさ。しょうがないっすな、うん、来ない日もあるよ、うんうん、こっちにバイバイしてあ、そういえばツイキャスね、うん、公開にしてないのもしかしたらあって、また鼻水出てたよ今。また閉じていってるかもしれないな。あら、それはもったいないですね、うん、非公開のまましてて結果、うん、ダメになっていってるのがあるかもしれない。ちょっと公開にするの忘れないようにしないといけない。うん、うん、ちょっと大変。飲まれた。飲んだれよ今置いてから飲んだ置いてから飲んだれよ今音楽紹介中だから。はい、これね、桂雛菊さん、うん、雛菊、うん、あのアニメのキャラクターなんだけどね、うん、ハヤテのごとくっていう、うん、まあ、漫画が原作なんだけど、うん、伊藤静香さんっていう声優さんがね声当ててるんだけど、うん、その人が歌上手なのよ。 でね、この曲が入ってるアルバム3枚目のアルバムに収録されてるんだけど、うん、だからなんか人気キャラでさ、うん、メインヒロインではないんだけど、ヒロインの中の一人なんだけど、うん、人気があったみたいで、すごくアルバム3枚ぐらい出してるから、うん、売れたんだろうね。そうだね、うん、声優の世界で結構売れるのって大変なんかな、歌出して。ああどうなんだろうね、まあ大変だと思うよ。そんな、ま、限られたさ、うん、なんていうのかな、アニメ、それこそこの「颯のごとく」がやってた時なんて、そこまでオタクに対するさ見方って、そうそうそうまだあった頃かな、まだあった頃だと思うからさだから、ね、そっかそっか、うん、売れるのは大変だと思うな。うん、うん、それこそ最近じゃない、すごいんだね、まあ、何個も出せるって。宮野くんとか宮野守さんとかさ、あ、水木花さんが武道館でやったりドーム公演でやったりっていうの、それこそラブライブとかもね、うん、ドームでやったり紅白でやったりすごいね、うん、紅白でる、あ、なんかアニメはもうブームなってるさ、うんうんうん、もうね、今となってはね、うん、アニメがかなり日本のカルチャーというのカルチャーに根付いたけどね、うん、はい、では、お、はい、はい、お聴き
きいただいてますのは桂ひなぎくスターリング伊藤静香で1ミリという曲でした。1ミリ、はい、これね、あの雨をテーマに歌われた楽曲でね、うん、ここ数日ね沖縄がちょっと台風5号の影響でちょっと雨が降ってたんですよね、うんうんうん、今ぐらいだったら6号もあるじゃない。そうそう、31日だったらもしかしたら6号の影響が出始めてる頃だろうけど、だからしばらく雨が続きそうなんだよね、うんうんうん、雨ちょっとどんよりとした天気が、うんうんうん、雨風がね、うん、だからなんとなくね雨だなと思ったらなんか、うん、雨をテーマにちょっと、あ、曲を、そうそう、この曲バーってなんか今日今度何なんかそうかなと思って探した時に、うん、あ、そういえばこれ俺好きだなと思って、うん、で同じアルバムにねこのなんていうのか桂ひなぎくっていうのはテレビアニメ、うん、ハヤテのごとくのに登場するヒロインのうちの一人なんだけど、うん、これが入ってるアルバムが3枚目のアルバムだったかな、うん、それに収録されてる中でね3曲ぐらい雨をテーマにした楽曲があって、うんうん、でもう一曲甘い色笑顔だったかな、甘い色笑顔もすごくいい曲なんで、機会があったらぜひ耳にしていただけたらと思います、うん、伊藤静香さんのね歌声は結構というかかなりいいんだね。はい、私は好きで、うーん、はい、最近で言うとね伊藤静香さん誰の曲歌声やってたかな、推しの子の、うん、アクアたちがドラマやったじゃん、うん、ドラマ、そうそうそう、あ、はいはいはい、はい、あれの作者さん、京アマの作者さんが、うん、伊藤静香さんが声やってたな。へえ、わかんない。はい、ではエンディングに入っていきます。はい、ラジオエンディングでございます。はい、はい、今日はあなたが信じているものをテーマにお話してきましたけれども、うん、なっちゃんの信じているもの聞いてなかったね。なっちゃんの信じているもの、うんうんうん、やばい話していいんじゃ。うわ、怖いけどいいよ。なっちゃんの頭の中にいる、うん、あ、はいはいはい、ナンシーって子がいるんだけど、あ、これってあんまり話したらダメなんじゃなかったの。なんか俺がなんか口にするたびにそれは健太さんあんまり言っちゃいけない話なんだよって言ってたから、これ不特定多数のさ、なんてしかもネットにも残るやつだから。あ、そうだね、そうだね、夏に後でなんか絶望するね、またね。そうそうそう、また言っちゃったって言って絶望の種になるね。そうそうそう、なりかねないから、これはちょっとね、ここまで話しときながら、うん、あれだけどやめときます、やめときます、はい、健太さんの判断で止めておきます。これはねあんま話さない方がいいと思うんで、夏美さんの精神衛生上ね。夏美さんだけじゃなくて夏美さんの中の子たちがパニックになるお話にもなんで、これね、もうもし本当にと聞きたい人はもう夏美さんに個人的にね、そう、 LINE じゃない、 LINE で、 LINE、 まあ、メールなりね。そう、ちょっと電波にはしきれんかな。ダイニングメール、なん、ダイニングメッセージ、なんだった、ダイニング、ダイレクトメールや、ダイレクトメール、ダイニングメッセージはちょっと良くないやつや。あ、本当、死の間際に残せる。あのさ信じてるものって言ったらさ、はいはいはい、あの1995年ぐらいに、うん、出た岩井俊二さんのピクニックっていう映画があるんだけど、一番好きな映画だわけ、はい、あんま映画も見ないけどその中でも好きな映画、うん、でピクニックが好きで、それでその中の主人公の女の子は、うん、なんか自分のお母さんのことを神様って言ってる、はい、感じで信じてるの、うん、こうなのね、うん、で、まあ、内容的にね、精神病医療の、そう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 、精神科の、ね、精神科にが出てくるお話、入院している患者さんたちの話というかね、そう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 、うん、そうなんだけど、すごい好きなんだけど、うん、それでママが神様みたいなのがあって、うんうん、それを夏美もリスペクトしてます。リスペクトしている、リスペクト、今ね信じているものの、信じているもの、うん、そうそうそう、それで信じてるわけ、美智子は神様だと思ってる。あ、夏美さんも、夏美の中で母親は神様だと思っている。ほうほうほう、ちょっとじゃあ、うん、お薬飲もうかと。お薬飲んで寝ようか。お薬飲んで寝ようか。はいはいはい、
ちゃんとね、用法用量もやって。あ、そうだね、そうだね、ちょっとお薬足りてなかったかもしれない、最近。びっくりな発言なんでね。うん、うん、神様はね、俺は、うん、神様だよ。個人的にはどうなのかな、神様ってね、うん、いるんかね、わかんないさ。うん、ケンタさんはね、まあ、いると、なんていうのかな、信じたい。信じたいね、うんうんうん、信じてはいないけど、うん、いるといいなとは思う。うん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 、なんかそれで救われる人っていっぱいいる気がするから、それを信じてね、宗教というか、うん、やってる人もいるわけだし、よりどころにしてる人がいるわけだし、うん、なんかその人たちを騙してる人がいるんじゃなくて、本当にいて、うん、ちゃんとそういった信じてる人たちを見守ってるんだっていうのがあってほしいなと思いますね。うんうんうん、はい。では本日のメヘラジオはここいらでお開き。あ、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝 ろ。ほい、ほい、お疲れ様でした。お疲れ様です。急に終わっちゃったけど大丈夫だよね。あ、はい、じゃあ、はい、YouTube さよなら。さよなら。